おはようございます、コウメです。ちょっと同じ流れで、また、お休みをちょっといただくので、先を楽しむちょっと書いてみます、前回のこちらのブルーラインという今ミスですね。こちらで、同じくファーバーカステルですね、エモーション、まあ、この先を楽しむ結構私はおすすめなんですね。どっか出かける前に何かテーマ性を設けてそれから出かけるとですね、全く違う時間の過ごし方ですので、今回もブルーラインの人生に書いてみたいと思います。で、今回訪れる場所は、3度目、2度目は休館日だったところですね。ブアイソーですね。ブアイソーにちょっとまた入ってみたいと思います。ブアイソーで、のんびりとゆっくりと、過ごしながら、またちょっとその周りもですね、何かあればいいかなと、探してみたいと思います。その先を楽しみではスタート。先を楽しむ、またですね、不愛想に挑戦してみたいなと思っています。前回書いた大観音の体験、こういうものをですね、ゆっくりと、また踏襲しながら次の休みの楽しみしてみたいですよね。ブアイソー、ちょうど、新緑の季節なので、より美しい緑が拝見できるかなと思います。皆さん、このブアイソー行かれたことありますでしょうか。白洲二郎さんの邸宅なんですけども、非常に気持ちがいいです。不思議と住宅街の中にあるんですよね。今回、いつも先を楽しみでテーマを設けますね。テーマをどうしましょうかね。前回の、代官山の、不思議な体験という、ものをこちらにですね、体験というの不思議な時間ですねを、作っていきたいなと思います。これができるかどうか分からないんですけども、同じようにちょっと今回はどうするかな。服装、これはちょっとラフなジャケットをちょっと試していきましょうかね。あまり休日はジャケットは着ないんですけども、ちょっと一つジャケットがあるのでこれを試してみたいと思います。そして2番目は、前は何でしたっけ、前のイメージとダブらせるですね。今回も、これはイメージをダブらせるというよりも、カメラ目線、もちろんカメラを持っていきます。カメラ目線っていうのはおかしいな、
フィルターを通した目線ですね。とダブらせながら、過ごそうかなと思っています。そして、3番目は窓際ですね。食事とか、不愛想もそうですけど、窓際上がりますので。窓際をどう楽しむかというこの3つのテーマでいきましょうか。前回の大会のと同じように、不思議な時間を作る上での3要素を今回当てはめて、また成功するかどうかですけども、今回カメラ、再生コン持っていきましょうかね。本当に一枚一枚丁寧に撮っているので、まだフィルムあります。不愛想には一番再生コンが似合うのかなと思いますね。そうですね。久しぶりに、どうしようかな。フィルターをつけようかなと思ったんですけど、一本フィルターをつけるのとつけないのと混ぜてしまうと現像するときが大変なので、今回もノーマルで撮影します。食事ですね、ランチ、こちらもですね、何か窓際を楽しめるランチお店があればいいですけど、これはちょっとまだチェック中です。2度目の、不愛想なので、2回行くところは結構落ち着いて安心して、心がですね、ウキウキし、そんなにしないで、訪問できるかなと思うんですよね。なので前回よりも、少しは、見えるものはもっとよりよく見えてくるのかなと思います。やはり最初行くときは、やはり不愛想は本当に楽しくて、楽しすぎてこのウキウキ度がですね、結構勝ってしまって、見えてない部分もある方もですよね。なので今回はこのウキウキ度をちょっと抑えて、じっくりと味わって、時間を過ごしたいなと思います。白洲二郎さんはですね、物に対してもそうですし、ファッションにもそうですし、何かその思い入れというものが非常に勉強になるところがありますので、ちょっとじっくりと楽しみたいものですね。車ですね、ほとんど2時間ぐらいかかるんですよね。この道中結構大変なんですけども、いろいろなイメージを膨らませながら過ごしたいなと。そして、近場でできれば山とか川があれば、一応コーヒーセット、コーヒーバッグをとシートを持っていて、そういう時間も楽しみたいなと思っています。
テーマ性がまたいいですよね。はい、今回は先を楽しむ、まあ、2度目の、部外層なんですけども、まあ、イメージ、前回のイメージを抱えながら、今回はちょっとジャケットを羽織って、ゆっくりとゆっくりと、時間を過ごしたいと思います。まあ、このカメラのフィルターを通してという、まあ、イメージなんですけども、少し、アイボリーとかあるいはジャケを、まあのフィルターを通してというイメージでこう建物とか庭とかをちょっと眺めて、その目線のまま、カメラをで収めたいなと思っています。まあ、そうすることによって何かこう変わるのかなと思っていますね。まあ、ツアイスイコンとブアイスは非常にいいマッチングだと思います。まあ、今回はできるだけゆっくりと、まあ、毎回そうですけどゆっくりと時間を味わう、丁寧に過ごすっていうのをより意識するために、前回の大会の体験ですね、ちょっとこちらに踏襲して、それがまた成功するかどうか、成功したらこれはちょっと面白いですよね。またどこに出かけるにしてもこの体験をですね、ちょっとそのまま当てはめることもできるかもしれません。また、まあ、もちろん川とか山はジャケットはちょっとまあ車に置いといて、そしてまあ、気軽な形で出かけますけども、まあ、そういうケースバイケースで、羽織るのと羽織らないので、ね、また意識も変わるからですね。まあ、非常にちょっと実験的であるんですけども、この時間を丁寧に過ごすちょっとまたやってみたいと思います。そのためにはこのテーマ性が大事ですね。皆さんもぜひ先を楽しみにやってみたいでしょうか。もしこの動画だったらチャンネル登録もします。ではまた次の動画でしょう。